さんこんにちは、TVA 高田三郎の本当はプロだけに教えている秘密のボイトレ、ボイストレーニング今日第1回目初日を行います。準備はいいですか。歌を歌うのにですね、息が強すぎてはダメなんですね。息を強めて上に上がるっていう発想ではなくて、息を変えずに、そして声帯の発声機構の変化で音を出していくと、こう息の量でお腹をうっうっってやって高音を出したり、大きな声を出すわけじゃないんですね。ではですね、理論説明は、お用意していくとして、まずちょっと声出してみましょう。息の量を圧力変化を変えずにやる練習としてとっておきなのがリップロールです。唇できますか。やってみてください。さあどうぞ。そう、もう少し早く、ブーさん、はい、そうです。で、唇のこのリップロールがね、うまくできないって人は結構いるんですけども、そういう人は、ほっぺたのエクボをちょっと持ち上げてみましょう。そして唇全体にたるみをつけます。そしてブー、どうですか。そしてもう一つコツがですね、この唇の真ん中だけじゃなくて、唇全体に動くようにしてみましょう。そして音程が上がっても、こう息を強めて上がらないっていうのがポイントです。息の量を変えずにやってみましょう。ではまずですね、ではドミソ通りジョークターブの音域の中でやってみましょうか。まずですね、女性男性子供ねいると思うので、低いキー、男性のキーからやっていって、そして徐々に、はい、ここ女性です、子供ですと言ったら入って一緒にやってみましょう。バーチャルボイトレですね。あなたの自宅でのバーチャルボイトレ、高野三郎と一緒にやってみましょう。ではまずですね、じゃもう一回男性の高さで、どうぞ、はい、もう一回さ、唇が止まっちゃう人はこの唇のね、横のエクボを持ち上げて、ね、やってみましょう。はい、で今度女性